はい、なんと今回ガチパでレイトに潜ってみたいと思います。え、大丈夫なのか？何が？完全にお前のプレイングが下手かバレるぞ。大丈夫、もう皆さん下手ってわかってると思うから、ちなみにガチパを使うのは半年ぶりですので、いろいろおかしいプレイングが多くなりますが、お許しください。自覚はあるんだな。そして安定の順天位内見について、厳選している時間あるならキャタピー育成します。バカ野郎。あとサラッとジュペッタいるんだが、もちろんメガだよな。よし、では選出を。メガじゃないんかーい。なんでメガじゃないんだよ。せめてメガ進化させろよ。まあまあ、一応このパーティーで現在レート1570までいけてるし、いいじゃん。そういう問題じゃないと思うが。まあいい、それで選出どうするんだ。全体的にガルーラ刺さってるのでガルーラ先発で、あとボルトロスがきついのでジュペッタ、最後にアローやスイ君とバシャーも対策にキノガッサ連れていきます。ガルーラ刺さってるか。まあそれは技構成見てからのお楽しみで。では3体選んだのでカットします。なんか普段手を抜いてるとかでは絶対ないが、ガチパだと緊張感が違うんだぜ。緊張なんて、マリサ子供だなぁ。うるせぇ、それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくおろろろろー。お前めっちゃ緊張してんじゃねえかー。なるほど、このガルーラが全体的に刺さってた理由がわかったんだぜ。でしょでしょ。だがお相手の先発はボルトロス、ここで電磁波入れられるとガルーラが動きにくくなるし、ここはガルーラ交代が良さそうか。悩ましいところだね。電磁波以外なら冷凍ビーム打ちたいけど、ここはガルーラを大切にということでジュペッタに交代していきます。お相手のボルトロスも交代、猫玉警戒か。出てくるのは、ランドロスかー。おそらく物理受けで出てきたのかな。それなら冷凍ビーム打ててたらよかったんだけど。まあジュペッタにここで交代しておけば、特殊ガルーラって警戒はなくなるメリットがあると思って前向きに行こうぜ。まあそうだけど、じゃあ行ってこい、ゴミ。ゴミ言わないでください。お相手のランドロス5つ目か、スカーフじゃないって分かったのは大きいんだぜ。ちなみにこのジュペッタはスカーフなので、ランドは抜いてます。そしてここはトリック打って、ランドロスをこだわらせていきましょうか。ガルーラでランド倒せるから問題ないとは思うが、もし5つ目持ちだとキノガッサが動きにくくなるしな。と思ったらお相手は交代で出てきたのはボルトロス。これはかなりラッキーだな。ここでボルトロスをこだわらせれるのは美味しいです。ボルトロスをこだわらせれれば、電磁波打たれにくいし、ガルーラと対面しやすいな。そしてお相手の持ち物はお盆のみかー。お相手はこだわりスカーフのせいで攻撃してくるだろうし、道連れ打っていくか。そうだね、まあおそらく10万でやられるし、どんな技でも大丈夫かな。あ、お相手のボルトロスは電磁波、これはガルーラが出てきてもなんとかなるように打った感じっぽいな。ここでの電磁波は意外だったなー。でもボルトロスこれで縛れたし、次お相手交代してくるよね、ということで叩き落とす打っていきます。もしここで交代してこなくても、このまま叩き落とす連打しておけばいいだろうしな。まあ交代だよね。交代先はランドロスか。でもさっき交代したし、ランドロスは9杯ありましたー。まあ叩き落とし入るしいいだろ。キノガッサが動きやすくなったけど、正直ジュペッタ氏に出しからのガルーラ出せば関係ないかな。ああ、早くジュペッタ死んでほしい。霊夢、お前いつか謀反起こされるんだぜ。前も言ったけど、私に限ってそんなことはありません。私人気者だもん。意味わからん。さて実況に戻るが、お相手のランドロスはステルスロック。これでキノガッサのタスキが潰れてしまったんだぜ。ジュペッタは安定の麻痺バグ。まあいいかな。ここからはジュペッタがランドロスにやられるだけなので、倍速かけていきます。地味に耐久あるんだよな。ちなみにこちらはおみびを選択しております。よし、当てたな。これでガルーラでランドロス倒して、ボルトロスもガルーラで、そしてラストのポケモンをガルーラとキノガッサで見る。って感じになりそうだな。ガチパが久しぶりすぎてダメージ計算とかボロボロだけど、特殊ガルーラの冷凍ビームでランドロス倒せるよね。おそらく倒せると思うんだぜ。それでは行ってこい、ガルーラ。まだ目が進化してないが、5つ目ランドロスならガルーラの方が早いだろ。このガルーラかなり S に振ってるしな。確かにそうだね。まあおにび入ってるから別に先制されてもいいんだけど、なるべくガルーラの体力は残しておきたいしね。問題は3体目が何かによるんだぜ。スイ君とかなら完全に勝ち確なんだけど。よーし、これでまずランドロス突破、ついでにメガ進化もできたし、いい感じだな。今までメガしない独特ガルーラとか使ってたけど、本当にこの親子って強いんだね。親子愛とかいうおかしい特性のせいでどんな方でも強いんだよな。ぜひキャタピーにも親子愛を。何にも変わらないと思うが、そしてお相手の3体目は海竜、これはわからなくなってきたな。今ここで怖いのは竜の舞されることかな。冷凍ビームじゃ丸透け込みで耐えられるだろうし、竜舞された時点で厳しくなるな。ガルーラの体力減るのは辛いけど、ここは一旦身代わり打っていきたいと思います。大丈夫か？もしお相手が激凛だったら激凛圏内に入ったと思うんだが。お相手は激凛かー。でも大丈夫。元からダメージ計算できないから耐える耐えないとか適当に言ってるだけだし。バカ野郎、ちゃんと調べて。もうここは激凛で混乱してくれるまで身代わり安定で良さそうか。
そうだね、どうせこの体力なら激凛耐えられないだろうし。ダメ系してない奴に言われても全然説得力ないんだが。さあここで海流が混乱自称してくれたら本当にありがたいんだが。どうだ、安心してください。混乱しますよ。安村やめろ。ここはお相手突っ張ってきても、交代してきてもガルーラ身代わりでいいよな。うんうん、でも思ったんだけど、海流にガルーラが冷凍ビーム打ってダメージ入れとかないと、キノガッサじゃ海流倒せないんじゃないかな。確かに、これやばいかもしれない。おそらくお相手の海流神速あるよな。マリサ、ここでボルトロスを凍らせたり倒せたりしても、海流の神速連打で負けじゃない？いやまだだ、ここでガルーラがボルトロス削るか倒す、そしてキノガッサがボルトロスを倒し、海流が神速なかったらワンチャン。それってかなり勝率低いんじゃない？確かに低い、だがそれしか勝ち筋ないんだ、祈るしかないんだぜ。では予定通りここはキノガッサ出して、ボルトロス倒してもらいます。さあ行ってこい、キノガッサ。このキノガッサは気合のたすき持ちです。ボルトロスの10万なら2回耐えれるはずだぜ。問題は海流が神速あるかだけど。急所これは、終わったか。いやいや、まだです。まだ次の10万耐えて、岩石封じでボルトロス倒せれば。もしさっき10万急所じゃなかったら、海流に確実にマッパパンチ入れれたのにな。頼むキノガッサ、耐えろー。気合だー。いやー。お相手のボルトロスはジュペッタのスカーフを持ってるし、ここで試合終了だな。あの野郎ー。まあ正直今回はプレミ多かったし、お前が悪いんだぜ。初のガチパ、いかがでしたでしょうか？もしこれからも続けてほしいという声が多かったらサブロムで続けていきたいと思っております。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。